はい、アラサーエンジニアっていうことなんで30歳前後というか30歳あたりだと思うんですけど、僕の場合はですけど、いろいろと振り返ると20代からいろいろとエンジニアリングだったりとか研究とかいろいろやって、実務とかですね、そのあたりも会社の中で必死でやって技術の勉強もしてっていうところなんですけど、そのあたり30歳前後とか人によって違うとは言いつつも、その辺で頑張ってきた成果がどう認められるかとか、どうそれが会社で評価されていくかみたいなところの答え合わせみたいなところの時期になるかなと思うんですね。で、技術的なことをやってきた人がすごく技術的なことが評価されて、例えば会社の中でスペシャリストみたいな感じで技術の評価をされて、もっとテックリードだったりとか、そういうエンジニアリングとしての職位がついたりとか、あるいはいろいろやってみると結構マネジメントとか人を見たりとか、逆に言うと会社の中であんまりマネジメントがうまくいってないなっていうところから、自分がそれを代わりにやってみようみたいなところとかがあって、徐々に自分の得意不得意みたいなところと、あとは好き嫌いですかね、得意かどうかっていうのと好きかどうかっていうのはちょっと別だと思うんで、なんかそれの答え合わせの時期になってくるんじゃないかなと思うんですね。で、仮に自分が思うように会社の中でちゃんと評価されて納得のいく給料だったりとかポジションがもらえている場合は、なんとなく引き続きそれをやっていこうみたいな前向きな気持ちになると思うんですけど、大体多くの場合はなかなかそこにギャップがあったりして多分悩むんだろうなと思うんですね。すごく頑張って成果出してるんですけど、会社の大きい組織の中でどれぐらいの自分の頑張りと成果の自分の思うその気持ちと会社の組織としての中の活動として評価されて、それに対して報酬が払われたりとか職位が払われたりとかっていうところが同じぐらいスピード感のある感じだと納得がいったりすると思うんですけど、まあ往々にしてなかなかそこの速度が、例えば評価がちょっと遅れてるような感じに思ったりとかすると、やっぱり不満があったりとか、自分はこんだけ頑張って成果も出してるのになんであんまり評価が上がらないんだろうとか、給料も周りと比べると、まあ、周りの話っていうのは結構いい話に聞こえたりするんで、周りの話とかも聞いて、なんか周りはこんだけ給料もらってどんどんなんか上に行ってる感じがするのに自分はみたいな、なんかそういうような悩みが出てくると思うんですよね。でもう一つはそれの原因の一つ、まあ、不満になった時に、とはいえその会社の中でとにかく自分の評価を上げたいんだみたいな感じで取り組んでると、どうしても会社特有の業務だったりとか会社の中だけで求められるようなところでどんどん成果を出すみたいな形になってしまった時に、それって実際市場においてどれぐらい価値がある活動なのかっていうのをふと見た時に、例えばまあ転職で面接聞かれた時に細かい技術的な知識はないなみたいな、でも会社の中の仕組みはすごい詳しいなみたいなところをあって、市場で求められるスキルみたいなものと会社の中で求められるもののギャップみたいなものにも気づき出して、やっぱそうするとですね、自分はこう評価されたいとかもっと職位を上げて会社の中でキャリアアップしていきたいっていう思いと、そのために会社独自の業務だったりとか技術みたいなものを身につければ身につけるほど会社の中では価値として認められるから、それを取り組んでいけば自分の評価が上がるって思って会社の中の取り組みをバーってやってしまうんですけど、ふと我に返ると市場として評価されるようなスキルっていうのがそもそも何だったっけみたいな、自分でやってるのは会社の中のことが詳しくて多少それで会社の中の評価は上がっていったけど、でもその評価もなんかいまいち自分の納得いくような評価にもなってないし、気がつくと自分のできることって会社の中の仕組みが詳しいとかそういう話になってて、ある時転職したいなと思った時になんかどうしようもないっていうか、あんまりこう自分ってそもそもスキルないんじゃないかみたいな気持ちになってしまって、じゃあ技術的には難しいからマネジメント行くかとか別の道をなんとなく探ってしまうみたいな、そういうジレンマみたいなのに陥ったりするところが結構アラサーエンジニアというか、まあ、30歳前後とかもっと早い人はもっと早いと思うんですけど、そういうところで一回そういう悩みは出てくるんじゃないかなっていうのは僕自身の経験もそうですし、周りでいろんな人の話を聞いててもあるかなと思ってます。ちょっと長くなりましたけど、多分そういう直面しそうな悩みっていうのがあると思うんですね。これの解決策といいますか、
会社の評価を上げよう上げようっていうための活動として、より会社の仕組みとか会社の中だけで役に立つことにどんどんアプローチしていこうっていうのをやってしまうと、いずれその評価のギャップに対して自分のできることっていうのを社内だけで完結するようなスキルばっかりになってしまって、結局もっと評価を上げるためにはそこをさらに高めようと思うけど、でも年齢的に会社が不満なんだったら転職っていうのもありえるよなっていうのがなんとなくおぼろげに頭にある中で、でもそれを続けてるとそもそもその市場価値としてのスキルがついてないよなっていう、そういうジレンマに陥ったりすると思うんで、やっぱそこでちょっと改めてそこに至るまではコミュニティの活動だったりとか外での技術的なアウトプットって、周りはなんか役に立つからしろしろって言うけど、いまいち自分の中ではアウトプットする意味とか外で活動する意義みたいなものが腑に落ちてなかった場合とかあったりすると思うんですけど、やっぱそういう時に改めて市場というか外でみんながやっている活動に目を向けて、自分がやってきたこと、例えば社内だけって自分は思ってるかもしれないですけど、それも実はある程度頭の中で整理して言語化してスライドとかにしてみると、そのノウハウだったりとかその考え方っていうのが別の会社だったりとか別のエンジニアに役に立つケースとかっていうのもやっぱり結構あったりしてですね、それを会社の中だけでやってるとそれをそんな風に一般化する機会とかもあんまり出てこないんで、やる機会がないんですけど、そういうジレンマに陥りそうだなと思った時にはやっぱりそれを改めて外に発表するとどうなるかとか、で発表する中でそれをちょっと一般化すると公開した時に、実は自分もそういう同じような技術的な悩みを持ってたんですっていう会社とかエンジニアとかが現れたりして、そういうところでコミュニケーションが発生したりすると、そっちではどういう悩みがあるんですかみたいなところで、意外と自分の技術も社内だけだと思っていたけどちょっと一般化すればその他の会社とか他のコミュニティにも役に立つ技術だったりっていうのがちょっとずつ見えてくるわけですね。でそうやって外での活動ができてくるとコミュニケーションも発生するし、自分の価値みたいなものも市場での価値ですねみたいなものもちょっとずつ具体化されていくので、そこにある程度楽しさだったりとか気持ちよさみたいなものもこう徐々になんか生まれていく。だからやっぱり解決するためにはそういう感じで改めて自分のやってきたことっていうのを言語化したり一般化して外にアプローチしてみて、でそのフィードバックを見てみたりとか、コミュニティの活動の中で同じようなことを考えている人たちと会話をしてみたりしてっていうのを試すことが次のそういうステップに行きやすいのかなと思います。そこで市場としても価値あるスキルっていうのが、自分が情報をアウトプットするとやっぱりそうやってフィードバックとか新たな外からの情報が自分に集まってきたりするので、そうすると実は会社の中で解決したいことっていうのを今までは会社独自の方法でしかそれしか思いつかなかったんでそういう解決策を取ってたけど、実はもうその社会というか市場で当たり前になっているようなアプローチを取り入れたら同様に解決できたりするなっていうことに気づけたりもするんで、その中でどん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 自分の固定観念みたいなものとかある種矮小化しているような活動の仕方とか考えっていうのが、まあ、どんどんこう広がっていって、気がつくと会社の中の取り組み自体も実は市場としても価値があるっていうものが納得できるし、そういうものが進んでいくと会社としても、あ、この人はちゃんと外でも活動してそれを取り入れて業界の中でスタンダードと思えるようなこともちゃんとやっていってるし、それで影響も与えているっていうような話になってくると、やっぱりどんどんそれが評価にもつながってくるっていうので、そういうジレンマを一個抜けられるかなっていうのはありますね。ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。